法明寺は東京都豊島区南池袋にある日蓮州の寺院。三号は伊公山。飛び地境内に岸も神道がある。王子は新言宗とも天台宗とも言われ、あずま鏡に見える伊公寺に否定されていた。しかし、明楽寺の日光菩薩像の体内から牧書名が発見されたことにより、伊公寺ではないことが判明した。鎌倉時代、日蓮の弟子。 ヒゲにより、日蓮宗に改修し、移行参法明寺と改称した。室町時代、岸も神が,が安置されて茶屋などがの木を連ね門前町を形成した。旧本山は、美信山工藤寺。通り市造寺がや法園の園、頭寺。岸も神道は、法、明寺の飛び地境内にある道。永六四年、山村丹衛門が、 現在の目白台のあたりで、岸シ神像を井戸から掘り出し、東洋坊に祀ったのが始まりとされる。天正六年現在地に騒動が建立されたという。なお当初における正式な岸シ神の表記は、鬼の上の点がない事態である。境内岸シ神道拝殿日連習は、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。 震度岸も神道は、文京区目白台にある仏道。永禄四年、山村丹江門によって掘り出された、法、明寺の岸も神が出現した旧跡。ありがとうございます。